杉浦一徳とは、青森県出身のゲームプロデューサーである。青森公立大学の経営経済学部、経営経済学科を卒業。3D オンラインゲームの運営会社に、数年間勤務後、2006年にカプコンへ入社する。現在は、モンスターハンターフロンティアオンラインのプロデューサー兼、東京開発部長を務める。 運営を務める MHF は2012年7月で正式サービス開始5周年を迎え、2010年、Amazon PC ゲーム部門1位、PCN ランキング PC ゲーム部門1位、Web マニアワードベスチャーゲームス賞の受賞に加え、オンラインプレイヤー人口は累計200万人を突破。PC オンラインゲーム界の最大級タイトルへと成長を遂げる。プロデューサーとしての特徴として、 積極的に動画等のメディアを利用したプレイユーザーらへの情報の開示、意見の反映状況の説明等を行っており、これは他オンラインゲームプロデューサーにはあまり見受けられない活動として高い評価を得ている。動画メディア以外では大手ゲームサイト等でのインタビュー記事に多く登場しており、こちらではゲーム内容の情報開示に問わず様々な話題を発展させている。 2009年にはシダックで講演を行い、2010年度での同じくシダックではシダックアワーズ2010ノミネーション委員会の委員を担当した。2011年よりソーシャル事業を手掛け、リリースしたタイトルは芝叩く間に様々な賞を獲得した。また最近では部門の社内採用においても積極的に登場している。ありがとうございます。